ご覧いただいているのは、怒鳴り始めた星野仙一監督を見る落合博満氏の映像だが、実はこのようなシーンが後に中日の監督になる落合氏の指導者としての姿に大きな影響を及ぼしている。監督時代にベンチで無表情を貫いていた落合氏はこう言っている。選手は監督の顔をよく見てる。どんな時でも俺の表情が変わらなかったら選手も安心するだろう。うちの選手、俺の本性を知ったら野球になんないよ。戦う相手を間違えてはいけない。ただでさえドラゴンズはそういう野球をやってきた。過去の政権でお前らが何かしでかしたって怒りゃせんから、安心してプレーしなさいってことと。野球ファンの方ならすでにご存知のことと思うが、星野仙一氏といえば球界切っての厳しい監督であった。その鉄拳制裁を厭わないスタイルは、中日でプレーしていた選手の SNS での暴露話や実際の映像でも確認できる。中には星野監督がとある選手をベンチ裏で45発も引っ叩いたという嘘か本当かわからない逸話まである。もちろん星野政権下でプレーしていた落合氏も自身は暴力を受けていないかもしれないが、現場でそのような光景を目の当たりにしており、相手チームとの戦いに集中できない、鉄拳制裁を加えられている選手は萎縮して思い切ったプレーをできていないと思ったはずだ。だからこそ落合氏は自身が監督になった際に星野氏の鉄拳制裁スタイルを反面教師として捉え、自身は無表情を貫いていたのだ。ここからは個人的な見解になるが、私は星野監督の鉄拳制裁スタイル恐怖政治が 100% 悪いとは思わない。 SNS の情報を見る限り、星野氏から叩かれた選手も愛情の裏返しだと捉えている選手も多いし、ピリピリとした監視下の方が良い結果を残しやすい人も中にはいるだろう。実際1988年の中日は星野監督のもと優勝もしている。だがそのような鉄拳制裁スタイルは長くは続かないと私は思う。短期的に成果を上げることができても、やはり暴力というものは誰しもが嫌なものなので、人の心に響きにくいのだ。どちらにせよ監督という職業は特殊で難しいものであるのは間違いなさそうだ。